起点宮崎市立花通り、鹿屋バイパス、鹿屋市朝日原町垂水市、早崎終点国道220号は、宮崎県宮崎市から日南市や鹿屋市を経由して、鹿児島県霧島市に至る一般国道である。宮崎市から日南海岸を経て大隅半島を横断し、桜島のある鹿児島湾に沿って霧島市とを結ぶ幹線道路。 南九州の大動脈の一つであり、前線が国土交通大臣が管理する指定区間である。宮崎市の中心市街地、立花の通り三丁目交差点を起点に南下し、大淀川に架か,かる立花橋を通過すると、宮崎南バイパスとなる。宮崎市カエデからは、沈桃バイパス、堀切峠バイパスと続き、日南海岸沿いに南下する道路は、別名日南海岸道路パーク、 または、日南フェニックスロードとも呼ばれる。沿線には、道の駅フェニックスや、サンメッセ日南ウド神宮などの観光地があり、日本有数のツーリングスポットとしても知られている。1986年に日南フェニックスロードが、日本の道百選に選定され、2003年には、宮崎県の広域観光ルート、日向神話街道として指定された。また、宮崎市内は、 ワシントンやシやフェニックスの並木が植栽されており、南国情緒のある、優れた街路樹景観が評価されて、読売新聞社選定の新、日本街路樹100系の一つにも選定されている。日南市南郷町からは新道西に変え問い岬をショートカットする峠越えルートで、串間市中心部へ向かい、渋市湾沿いから大隅半島の白洲台地を西へ横断して、鹿野市を経由。 同市古江町からは、鹿児島湾岸沿いに北上して、桜島口を経て、霧島市を走る国道10号と交流する終点、国武式根交差点に至る、一般国道の路線を指定する政令に基づく、期終点及び、経過値は次の通り、政令上の終点は国武市となっているが、合併に伴い、2005年11月7日以降は霧島市となっている。 1953年に道路法に基づく二級国道として初回指定された路線の一つである。鹿のや市場間に掲載された地図によると、少なくとも中世までには現在の国道220号とほぼ同地点を経由する道路が開設されていたことが伺える。江戸時代、帯藩が現在の日南市から宮崎市方面へ向かう道路として、 現在の国道220号に相当する宇都街道よりも山越えながらも直線的に結ばれていた帯街道を主に使用していた。これは宇都街道が七浦七、峠と呼ばれるほどの難所であったことが関係している。鹿野やくしら館は串しら街道として知られており、松並木が植え付けられていた。宮崎南バイパス区間は清竹町方面や宮崎空港方面からの 通行者が合流し、交通が集中することから、宮崎県内で最も交通量の多い区間の一つとなっており、慢性的な渋滞が発生している。この対策として2008年7月末に国道10号へ接続する国道269号のバイパス道路が完成した。また、宮崎インターチェンジから宮崎県総合運動公園までは、信号機がほとんど設置されておらず、 道路の走りやすさマップでは最高ランクの S と認定されている。宮崎市鹿野市間を同じく結ぶ国道269号と並行するが内陸の都の城市を経由する国道269号に対し日南海岸沿いを走る本路線の方が距離、所要時間ともに長い。日南海岸沿いの区間は異常気象時にたびたび交通規制がなされる。鹿野市内は カノヤバイパスによって、中心市街地を避ける形で通過し、バイパスの一部区間には、バラ通り220の別名がある。沿線には、ロードサイド店舗が多数立地し、大隅半島で、最も交通量の多い区間となったことから現在、4車線化工事が実施されている。桜島口に接する鹿児島湾岸区間は、垂水市牛根境に異常気象時期性区間がある。同じく、 鹿児島湾に面する,たるみしぎ牛ねにある道の駅たる水は全長60メートルの足湯がある観光新名所で知られる宮崎市内海、鳥見先まで続く日南海岸沿いの道路は通称日南フェニックスロードという日本の道100線4の事前通行規制区間が設定されている鹿児島県日南海岸国定公園にも指定された日内海岸沿いの 日南海岸道路パーク区間では、変化に富んだ海岸線に沿って、ヤシの並木や熱帯性の植物が多く、南国ムードを感じながら、独特の海岸美を眺められる、ドライブルートでも知られる、沿線に観光名所も多く、美しい海岸線で知られる、堀切峠、琉球海床と、奇形派食根で鬼の洗濯板の異名で知られる気象の鎮島や、 日向灘の断崖絶壁の海食堂の中に本殿が鎮座する宇都神宮がある。国道220号が走る標高62メートルの堀り切り峠は国土地理院の地形図に記載のある峠の中では日本一低い場所にあることでも知られている。一方、西野牛根大橋の区間ではわずかながらも桜島を通過するトンネル編集起点から宮崎県鹿児島県。 ありがとうございます。